山に鎮座する山岳信仰と修験道が融合した神仏集合の神であり、本事仏は不動明王、千樹観音、十一面観音など諸説ある。祭神は天竺からの飛翔物であるがゆえ日本の神々とは無縁であるが、明治初年の神仏分離、廃仏希釈が行われた以降は大物主とされた。その神仏分離以前は、 国ウウさぬき国造東山松尾寺、根校院を総本宮とする日本全国の、根膝具を呼び、根膝権現者で祀られていた。造東山松尾寺不問院の縁起によれば、大宝年間に、修験道の縁の王ズムが造東山に登った際に、天竺ひひら領主山に従する五宝全身、根膝の神限にあったのが、海山の由来との現象から、 これが贈答山コンピラ大権現になったとされ、不動明王を本事物とした。クンビーラは元来、ガンジス川に住むワニを深刻化した水人で、日本ではヘビ型とされる。クンビーラはガンジス川を司る女神、ガンガーのバーハナでもあることから、コンピラ権現は海上交通の守り神として信仰されてきた。 特に船乗りから進行され、一般に大きな港を見下ろす山の上で、コンピラ宮、コンピラ権限者が全国各地に建てられ、コンピラ権限は祀られていた。なお、薬師十二神将の筆頭である宮平大将が、松の寺にもともと祀られていて、それを根、根光院第二代院主優雅が,が1573年に、新しく、コンピラ堂を建立し、祀ったことから、 コンピラゴンになったとも言われている。長官元年、ストク上皇が蔵刀山松尾寺境内の古賀御所に参浪し、その付近の御所の王安偶したと言われることから、御霊信仰の影響で、宝御の翌年の永満元年から、ストク上皇も松尾寺本殿に合祀されたとされる。現在も、琴平宮本殿の愛殿に、ストク天皇は祀られている。 歌川広重、東海道五十三次、沼津修元堂が、盛んになると、コンピラ権限の剣属は、天狗とされた。和漢三歳図絵には、東山の天狗を、コンピラ棒と名づくと記された。また、戦国時代末に、コンピラ信仰を中興した金光院、第四代院主で、修元者でもあった、金剛坊優勢は、1606年自らの像を、作って、 本殿脇に祭り、亡くなる直前に身体を守り抜くと誓って天狗になったとの伝説も生まれた。本殿の身体は、秘仏で、郵聖像も、非公開だったので、その後、包囲超党襟姿の郵聖像が、コンピラゴンそのものと思われるようになった。その郵聖像は、廃仏希釈で、明治5年に、他の仏像仏具と共に、 裏の谷において焼却されたとされるが、その時、優勢像を家中に投じると暴風が起き、周りの者と共は率倒したという。なお、奥舎で今でも祀られているとも言われている。江戸時代になると、天狗の面を背負った、白小族のコンピラ同社が全国をめぐって、コンピラ信仰を普及した。また、全国各地から、さぬき国像倒産コンピラ大権元をモデる。 コンピラ参りの際には、天狗の面を背負う習俗も生まれた。今は、サヌキ三天狗の一区で、金剛坊と呼ばれる。四惑水軍は、コンピラ権限を深く信仰し、全国の寄港地で、コンピラ信仰を広めることに貢献した。江戸時代後期には、蔵刀山コンピラ大権限に猛出るコンピラ参りが、盛んとなった。これに伴って、四国には、丸亀街道、 多度津街道、高松街道、阿波街道、いよ、土佐街道をはじめとする、コンピラ街道が整備された。神仏分離以降は、香川県琴平町の琴平宮が、全国に約600社ある、琴平神社の総本宮となっている。縁日は、毎月10日である。江戸時代の庶民にとって、コンピラ参りの旅費は、経済的負担が大きかったので、 コンピラ校という宗教的な語助組織を結成して、公金を積み立て、交代で選出された校員が、積み立て金を使って、さぬき国造倒産コンピラ大権現に、各コンピラ校の代表として参詣し、海上交通安全などを祈願して帰郷した。コンピラ校以外にも、コンピラ区や、流し村などの第三の宗族もあった。陸上では犬。 水上では流したるに再選を入れて、コンピラ権限に祈願する木札や登りとともに放ち、誰か見ず知らずの者に第三を依頼するもので、これらを見つけて第三したものには依頼者と同様に、ご利益があると信じられた。明治元年3月の神物分離令によって、同年6月コンピラ大権限は、琴平神社と解消し、コンピラ権限は、大物主と同体であるとして、 主催神の名は、大物主と定められた。別当根広院は原属し、同神社に、その一切を譲り、この時点で、根広院は消滅し、そのまま社務所となる。なお、達中の不問院は、三門の外にあったため存続し、松尾寺を継承しているとして松尾寺は、廃寺とはなっていないと主張している。全国の根広宮、根広権現者の多くは、 大物主を主祭神とする神道のこと平神社になっているが、各地の常夜塔や石碑、変額塔に、コンピラ大権限の痕跡を伺うことができる。コンピラ権限は、完全には消失しておらず、少数ではあるが廃物希釈を免れ、主に神言宗や総統宗等の寺院で祀られている。コンピラ船船という名のコンピラ信仰に関する民謡が、 サヌキ国に伝わる。オンクビラやソアか。ありがとうございます。